フルーツ飴アーティスティック大会、どうも、メッションのせと、アキト、モッチと、レイ。はい、ということでね、はい、皆さん、最近ね、インスタグラマーの間でね、流行ってるフルーツ飴ご存知でしょうか？はい、存じてます。まあ、フルーツ飴っていうか、いちご飴。串にですね、まあ、フルーツを刺して、水飴に、まあ、つけてね、美味しいよっていうやつなんですけど、まあ、流行りにね、ちょっとあやかりたいなってことで。そうね、そろそろね。まあ、今回ですね、作るフルーツ飴にも、その芸術性をね、加えていって、はい、まあインスタグラマーを超えようという、あ、そうねことなんです、ね、そこら辺のしょうもない女子インスタグラマーなんかをもう凌駕する勢いのね、はい、そうです、うん、というわけで今回はフルーツ飴アーティスティック大会です。やっていきましょう。よっしゃ、完成しましょう。何今のは。はい、ということでね、はい、はい、両者説明していただきましょう。はい、じゃあまず僕たちからいきますか。はい、親戚チームでーす。すごくね、俺。まあちょっと今回冒頭にね、言ってないんですけれども、お互いのチームにお互いが、まあテーマを出し合ったんですよ。で、まあ僕らは相手に、まあ土曜の昼下がりっていうテーマを出しまして、うん、僕らは湘南の風っていうテーマをもらったんですよ。あの、こっちじゃない方ね。あ、こっちじゃない方。こっちじゃない方の、普通に湘南の風です。今回はその湘南の風に沿って、まあ構想してきましたんで、それを形にしていこうと思います。はい。はい、じゃあフルーツ紹介します。まず、はい、こちら。いや、これね、俺初めて買った、こんなん。スイカ？うん。まあ、湘南といえば夏。夏といえばスイカということでね、まあ、小玉スイカ買ってきました。はい。そして、はい、こちら。モッチです。どういうこと？俺の嫌いな、そう。最高に嫌いな食べ物。一番嫌いだもんな、お前。食べ物の中で一番嫌いな食べ物。小6、小5の頃、ナメコとキウイって言われたもん。伝説の。そう、伝説の。なんでかっていうと、これは湘南の名産なんですよ。だったんで、まあキウイ買ってきました。はい、今回夏っぽいスイカと特産物キウイでいきたいと思います。はい、やりますか。はい、やりましょう。串持ってくるから、うん、フルーツ切っといて。おお、俺切っていいの？え、どんな感じに切ればいいの？お前が一番切れるはずだ。いや、こっちになった飴作っていきます。うわ、少なくね。あ、いけるお、うまそう。もううまそう。 OK、 いいね。いきます。うわ、始まってる。もう？あ、だからくすぐついてる。だいぶもういっていいと思うんだよ、普通に全部。うん、あ、無理だね。ほら、飴になってる。でもちゃんと、あ、本当だ。ほらほら、確かにもうフルーツ飴だでしょ。え、うまい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 、あ、うまい、あ、うまい綺麗。こんなもんでいいんじゃない、とりあえず。 OK、 止めます。これに盛り付けていこう。これでね、砂浜を再現します。いいよ。で、もう、まあ、家にあった炭酸水でこっち側にね、いきまーす。はい、でも、あー、お、え、めっちゃよくね。色合いがなんかちょうどいい。あ、なんか染みてる感じになってる。え、めっちゃいいじゃん。水がで、できたやつ、もう固まってる。できてから盛り付けていこう。どういう感じ。いや、もう住んでる感じ。こいつらが、フルーツが人。というわけで、湘南の風、完成です。完成です。海や、いいじゃん。いいよ。そう、僕らはですね、左側にザラメを敷いて砂浜をモチーフにして、右側に炭酸水を引いて海、はい、なるほど。で、湘南の海を表しました。最後に、歌うことによって風要素を追加できると。おじゃあ、お願いします。俺なんだ急遽言われて歌います。あー、真夏のジャンボリーレゲエ砂浜ビッグエッド、あー、冷めないでサーマードリー。こういうことですよ。完成です。こういうことです。これで風が来たの。今風が追加されて完成しました。だいぶ湘南の風です。だいぶ冷たい風が説明お願いします
あの土曜のね昼下がりということで、うん、新ミレニアムチームですよいしょということでね今回はですね、うん、4つ買ってきました。エントリーナンバー1オレンジ、エントリーナンバー2マロン、エントリーナンバー3マスカット、エントリーナンバー4シークレット。シークレット、あの土曜の昼下がりということで、まあ、今日はがねちょうど土曜の昼下がりですよ、うん、今がまさにで、まあ、さっき外見てきまして、そしたらまあ太陽がありましたね、まずね。ある。でも太陽をまずオレンジで咲いてます。これはちょっと今休みですけど、まあ、一応月曜日が控えてると。で月曜日ってまあちょっと嫌じゃないですか、うん、なるんでちょっと闇の部分のブドウ黒いから。そしてこのメロンなんですけど、これは休日ということで、まあ、体力もね気も回復するじゃないですか。その回復の色ですメロン。じゃとりあえず大型を作っていきます。はい、大丈夫？気をつけて気をつけて。普通にオレンジなら手で剥けね。そうなんですよ。何ですかそれはえ、太陽ね、めっちゃ太陽。普通に太陽。よし、じゃメロン、メロンはでももう切ってあるから。いや、メロンは十字に切って、うん、やっぱ回復、ああ、示唆するような形。さすがモンハンユーザーですよね。じゃあ行きましょう。昼下がりだから、空をイメージしたい。それで青空作っていきます。ここでシークレットキャラの登場です。お、エントリーナンバー4。ダダダダダ。うん。なるなるなるね。いや、これの粉を使います。じゃこれを水で溶かして青にします。はい。水を入れる。おお、来た来た来た。青青青青青。青、ほら。来た来た来た。抹茶ブルー。混ぜろ混ぜろ混ぜろ混ぜて。ちょっと青じゃん。青いね。めっちゃ青じゃん。青じゃん。いいの。青じゃん。これね、雲なんですよ。うん。白が。まずこの装飾をこう消します。これがまず第一ステップですね。うん。でその後はもう適当ですよ。あ、じゃあ意味ないじゃん。え、めっちゃ青空なんだけど。いい。めっちゃいい。夜空って感じ。青空か。じゃあもう行きます。やります。これから行きます。はい。つけて。抜ける。で。ということでこれを盛り付けていきます。はい。そして最後にこれね、3番。まあこう戦争プレイ、え、空行く？俺も言おうと思った。それまあ星も必要じゃんと。昼なのにめっちゃ盛るじゃんこう庭っぽい雰囲気。庭ね。こう下に散らして。わー、合唱感すごいね。急にチークが出てくる。せーの、出てきましたー。これ、寝る寝る寝るね、これ。そうです。あ、よくわかったね1ポイントやったもうちょっと待って。あーあーあー土曜の昼下がりの数になってる。土曜のじゃあ食いますか。はい、うん、じゃあ、俺らの食っていいっすよ。嫌がんな多分ね、まずかないと思うんで、ザラメだから。いただきます。なになに？びっくりはする。なに？初めて食い物食ってびっくりするって感想。俺がね、想定していた味とはね、違かった。でも、キウイです。土曜の昼下がり。俺メロン嫌いだけど、メロンの方が食いたい、正直。うん、そうね。回復したいから。そうですね一瞬間開けんな、お前が言ったのにちゃんと乗ってくれてんだよ。ヒーリング効果のあるこれをこうですよね。そうだね。要はディップ、うん、青空ディップいいねいいな、青空ディップちょっといいじゃん。おお、いただきます。どうどうどう。メロンがうまい。メロンがうまい、克服ここでえ、うまメロンめっちゃうまいぞ。うまメロン、おいしい。うまくね、メロン。マジで。すげえ。食ってみ？え、めっちゃ食いたい。メロン好き？メロンめっちゃ好き。じゃあ、やばいよ、多分。あれ？そうでもないよ。あれ？確かにメロンっぽさがなくなってるわ。うん。ぶどうも行って。ぶどう行って、なんで俺らが行くんや。ぶどうはいいや。うん。もちろん。それ皮がなる。確かに皮うざ。皮いいよ、食って。皮そのまま食っていい。ああ。これディップ？おいしい。ね、ディップいい。え、うまいの？うまいの？おいしい。嘘ついてない。買わなかったらマジでうまい、これ。買わなかったらめっちゃうまい。マジでうまい。買わなかったら最高じゃん。マジで。あ、うまい。うん。
まいよね。これうまいわ。いや、ぶどう飴ってあるしね、ね、多分合うよね。合う。普通に飴が。ということでね、はい、インスタグラマーの、皆さん、この動画を見てね、ぜひ見習っていただきたいと、思います。はい。最後にじゃあ、出すお題、みんなに対して。おー、いいね。ハッシュタグなんとかかんとかでやってっていう。そうだね。おじゃあ、ミレニアムから一単語を、新世界俺らから一単語で、組み合わせたやつにしよう。そうだね。うん、決まりました。はい。はい。いきますよ。せーの、モンゴー